胃のほらの頂上皮下性と胃の腺癌 H&E 染色。胃縮性胃炎とは、胃の慢性胃炎の状態の多くを占める。慢性胃炎と、ほぼ同義として用いられる。胃炎における、胃縮とは、胃底腺組織の減少と、それにより胃粘膜の被迫化が生じることである。内視鏡では、胃粘膜血管の統腱が見られ、粘膜色腸も褐色腸へと変化し、 胃の粘膜シワ壁が消失が認められる。ストリックランドマッケイ分類で以下の2つに分類されるが、ほとんどの場合は、ヘリコバクターピロリ感染によるものである。移縮性遺伝は、多くの場合は、ヘリコバクターピロリ感染遺伝による変化の一つであり、ほぼ同義として用いられている。ヘリコバクターピロリ感染遺伝による主な所見。1969年に、 東京大学医学部第三内科の竹本忠義と木村健によって提唱された分類で胃の萎縮性変化の進行を分類したもの。現在でも実臨床で広く用いられている分類。2013年に京都で開催された第85回日本小科器内視鏡学会総会で木村竹本分類を基本としてヘリコバクターピロリの感染状態を付加して提唱された分類。 ありがとうございます。